新たなる世界は、イルマ人間、著、深崎呉人、イラストによる日本のライトノベル、イルマ人間、原作、大岩賢治、作画による漫画、イルマ人間、原案、マッドハウス、制作によるアニメからなる、メディアミックス作品群。小説、漫画、アニメ、音楽のすべてを、イルマ人間が手掛ける、全く新しい創作物。イルマ人間創作5周年企画。 イルマ人間の世界の一環として制作された。人口が激減し、人類は明日にも滅亡するという日々を送っている中、科学者の手によりタイムトラベル技術が完成した。学校では適性検査が行われ、過去への適性があるもの、未来への適性があるもの、そのどちらの適性もないものが選ばれた。少年少女たちは人類滅亡を防ぐために、 過去や未来へと旅立っていく。現在編。イラストは深崎くれ人。2012年10月20日発売。新たなる世界コンプリートボックスに収録。過去編。作画は大岩健二。2012年10月20日発売。新たなる世界コンプリートボックスに収録。未来編。2012年10月20日発売。 新たなる世界コンプリートボックスに収録。2012年10月7日、新たなる世界コンプリートボックスの発売を記念して、特別番組、新たなる世界の世界が、東京 MX と、地議テレビ、群馬テレビ、BS11 にて放送された。2012年10月20日に行われた、電撃20年祭では、原作者のイルマ人間、イラストの深崎くれびと、 担当編集の三木和馬、主題歌を担当した河野真りなほか、キャスト陣が登場する、ステージイベントが行われた。ありがとうございます。